ではホームのジブリ磐田の今日のスターティングメンバー、予想フォーメーションは 4-2-3-1、 ゴールキーパー梶川、ディフェンスライン右から鈴木優斗、鈴木海斗、リカルド・グラッサ、松原浩、そして中盤針谷と遠藤、そして中盤右ジャーメイン、左松本、そしてトップ下金子、そしてワントップは今日は17歳の後藤圭介を使ってきました。サブのメンバーご覧の通りです。一方の清水エスパルスです。ゴールキーパー権田、ディフェンスラインは岸本、高橋、鈴木義則、山原、中盤白崎とホナウドがいて、右に北川、左に西澤、そして今日はチアゴ・サンタナとリサロ・アキラ・シルバーノというツートップを選択してきましたリカルド監督です。さあボールは今鈴木海斗が弾き返していきました。この人もまだ若手のプレイヤー、今シーズン復帰1年目。さあチャンスになっている、左後藤だ、狙っていった、どうだ、決まった、なんと前半2分若武者がいきなり決めた。清水エスパルスに対してジュビロ先生、後藤圭介今シーズン3点目、あっという間の先制点。サックスブルーの新たな新星がいきなりゴール、岩田がまず1点をもっ取りました。まあ、高さだけじゃないんですよね。まあ良いゴールでしたね。まあ、早々だったので、まあ、出花くじきましたね清水のね。はい、セットプレー披露していくか。今度はまた少し先ほどとはポジションを選手変えてきて入れてきて、ニアサイドヘディングシュート、チアゴサンタナ、このボールは枠に阻まれました。もう一度ボール、最後はシュートを放っていきましたが、これは枠を越えていきました。ドンピシャでしたね。決定的なシュートでした、はい、チアゴサンタナです。まあ、ボールの質もすごく良かったと思います。ニアでチアゴサンタナ、岩田の選手からするとおっと、このボールは清水ボールになる。さあチアゴサンタナだ、シュートだー、わずかに枠を外しました。右足も持ってるんですよね、左利きなんですけど、相手のミスから得たチャンス、シュートは惜しくも枠の右上、同点ゴールにはなりませんでした。まあ、この横パスを引っ掛けて、まあ、ディサロからもらって、もう前が空いたらもう迷わず振りますよ。おお、うまく抜けた。ああ、うまく入れ替わって抜けました。ジャーメイン、そのまま押し切るか、まだジャーメイン持っている、後ろから戻りましたが、このボールまだこぼれている、狙っていったシュート、どうだ、もう一度ゴンダラ、ナイスキーパー、松本のボールをゴンダが抑えました。ここはゴンダのファインセーブ、決定的なシーンでした。岩田、もう一度戻して、ここ高橋がいる、遠いところから見たいですね、低い位置で、はい、さあそしてチアゴサンタナ、チアゴサンタナ、シュートが決まった、強烈なゴールで同点。チアゴサンタナの今シーズン初ゴールは貴重な同点ゴール。いや見事ですね、縦パスズバッと入りました。鋭いシュートが決まりました。前半の42分に同点ゴールです。だからこれぞ清水が求めている攻撃だと思いますね、この得点は。鈴木優斗から前、収められるか、うん、この辺りは少し高橋の方が役者が一つ上だったか。ただうまくまだ繋いでいるリサロ、リサロ、ジブル狙った、あ、梶川しっかりと防いだ、距離のある位置からのミドルシュート、放っていきました、リサロです。長いボール、ジャーメイン、ジャーメインが自分でスマッシュ仕掛ける、まだ行く、倒れましたが、フェスはありません。ただもう一度、クロスが入ってくる、どうだ、折り返す、決まった、決めました、松本正也、勝ち越しゴール、ジュビロ磐田、この後半もワンチャンスをものにしたジュビロ磐田、もうまさしくワンチャンスですね。松本正也の勝ち越しゴールで磐田1点リード。少し清水の選手たちが止まりましたよね、ボックスの中で、右サイドのボールに松本正也、ファーサイド角度のないところですが決め切りました。権田の壁を打ち破りました。もう一度清水、まだボールを持っている、ここも岸本だ、岸本の今日の運動量は非常に多い、ここ
前で粘れるか、頑張りたい。あ、ここ金を粘りました。ここです、ね、ただ奪い返してもう一度岸本、そしてふわっとしたボール中山からのボールだ、ヘディング高さがある。あ、梶川なんとか戻していった。ナイスキーパー。ここもゴールになりません。さあ、それぞれの選手たちを両チームが投入して、このゲームの終わりはどうなるか。その決定的なシーン決めました。今日2点目同点ゴール、チアゴ・サンタナ。一瞬の隙を逃しませんでした。2対2の同点、再びゲームは振り出しに戻りました。さすがは去年の J1 得点王、チームの劣勢を突く今日2度目の同点ゴール。精力的なプレーが光る岸本、チアゴサンタナ、遠いサイドにオセフンがいる。ボール入れる、そのオセフンを狙うか。梶川手を伸ばした。ただまだ清水、吉田のクロスがいる。チアゴサンタナいる、わずかに右に外れた。高さありますよ。ヘディングシュート決定的でした。わずかに右。ここは岩田もしっかりと粘っている。谷はクロスを上げたくなる。さすがに岸本から入ってくる。鈴木海斗の守備、ここで今試合終了のホイッスル。静岡県勢のライバル同士の一戦、宿命のライバル同士、ジュビロ磐田と清水エスパルスの一戦は今回は2対2の引き分けで終わりました。共に勝ち点1を分け合いました。